え皆さんこんばんはシューです。ちょっとね、時間が空いてしまいました、本当にごめんなさい。ちょっと仕事が忙しくって、えー、帰ってくる時間がかなり遅いので、えー、ちょっとなかなかね、コンテンツを上げることができませんでした。えー、今日ね、えー、コンテンツをちょっと上げれる時間があるので、こちらをさせていただきたいと思います。オオメメガガですねオメガのデビル、えーなん こかこねあのショートにも載せさせていただきましたけども、えー、こちらのオメガのデビルの1975年ぐらいのものだろうと思われるものでございますで基本情報先言っていきます、えー、ダイヤメータ、えー、ケース計は3 4リで警察1 0 4ミリラグドゥラグが3 8ミリキャリバーはオメガの1002を積んでいます こちらの方はハックが、ハック機能がついていまして、えー、クイックカレンダー機能が既に入っているモデルになります。なので、こちらの以降からね、えっと、オメガは、この前もちょっとご紹介したように、あの、クォーツにね、少し移行する、その手前の、えー、キャリバーという形のモデルになります。非常に、ね、変わったダイヤルをしてまして、で、インデックスもすごく変わった形をしているのと、 えっとね、ダイヤル自体も少し変わった素材なので、えー、ちょっとね、見ていこうかなと思います。まずはこういうね、ところから見ていきますね。こういう感じのブレスレット、すべてオリジナルでございます。こちらに関しては、風防もオリジナルがついています。こういう感じの、ね、ステンレスベルト。で、バックル。 い感じですね、でねこのバックル見てください。めちゃくちゃこうやってね、湾曲してるんですね。ものすごく湾曲してるバックで、オメガでもこのぐらいで湾曲してるのは僕ちょっと初めてで、めちゃくちゃ手になじみやすいです。めちゃくちゃ嬉しい感じのこのバックルの湾曲でございます。で、ケースはね、この前のあのー、 シーマスターのコズミックと一緒ですね。こういう感じのワンピース系の、ワンピースのこういうケースをしております。こんな感じですね。この下にね、ここちょっとね、もう見えにくいんですけども、こちらの方にウォータープルーフ、えー、166051かな。で、ツール、 といいう風に入ってございますで、文字盤ちょっといきますね。こんな感じの文字盤。ちょっとピントがあれだな。こんな感じの文字盤。で、前の、えっと、コズミックと違うところは、ここの、ここですね、ラグ部分が少し違うんですね。前のやつはここに普通のねラグという形だったんですけど、こちらの方はワンピース型のこういう感じのケースになっております。なので、こういう形でも少し年代がね、 えー、後ろの方、後期になっているかなという感じはします。で、横、こういう感じですね。で、オメガのマークがクラウンに入ってございます。で、反対側もこういう感じのケース。こんな感じでございますね。で、こちらのブレスレットに関してはね、えー、っと、ここでちょっとわかるかな。えー、っと、よいしょ。 ここを見ると、わかりますかねこういう感じで、ピンを跳ね上げるところがついてまして、こちらのピンを跳ね上げると、ピンが、こういうね、この字型のピンが抜けて、えー、ブレスレットのコマ調整ができるというふうになってございます。すごくね、調整しやすいブレスレットでした。めちゃくちゃ簡単でした。で、このダイヤルなんですけど、こういうね、 まあ、ホワイトオフホワイトっぽい、まあ、ダイヤルなんですけどもこれねちょっとね近づけますねこういうねどういったらいいんでしょうこうなんていうのかな、うん、和紙のようなねちょっとこうザラザラザラっとした感じのこの質感の非常に変わったね ダイヤルをしてるんで、インデックスもそうなんですけども、こういうものを何インデックスっていうことちょっと僕わかんないんですけど、こういうね、円柱のような、すごい立体的なものがついてございまして、ネットでもかなり調べたんですけども、このね、円柱みたいな、 インデックスのものはちょっと見かけなかったんですね。なので、この辺がね、何インデックスっていうのか僕わからないんですけども、うん、ちょっとね、すごく変わったこのインデックス。で、えー、ハンドに関してはこういうペンシルハンドいう感じですね。で、デビルと入ってまして、変わってるでしょすっごく変わった感じのこのダイヤル。 で、ねでこれね、ちょっと近づけるとね、このカメルでね、わからないんかな。どうやってもね、なかなかこの映ること難しいんですけども、この風防の真ん中に、あ、ちょっと今ちょっと見えてるの分かりますかね、これ。ちょっと待ってくださいね。なんかないかな。このね、こ。 ここ、ここ、この先、ここ。ここにオメガのマークが入ってますね。なので、これ、オメガの純正の風貌でございまして、ここ。えっ、ー、と、日付をね、少し大きく見せるためのものも、ここはフラットで内側に入っています。あの、シーマスターの時と一緒ですね。いう形でこういううにね、上に凹凸は全くなくて、下側に入ってまして、表面はフラット。 なんですけどこういうふうに大きく見えるためのこういう窓がついてると。あのなかなかね、かっこいい時計でございます。すごく綺麗であの結構つけやすいんですね、これ。ブレスレットめちゃくちゃしなやかですし、ここがね、なんといってもここがすごい。この湾曲がすごい。で、こちらが。 ハック機能がついてるとハックしましたね。ハックするんですね、これ。ね、今の時計でハック機能なんて本当に当たり前ですけども、あの、このぐらいの年齢、ね、年代のものからはね、オメガもちゃんとハック機能がついてるんですね。で、ここね、カレンダーも早送りかクリクリできると。あの、こう引っ張ってやるとかではなくて、普通に早送りができるカレンダーになっております。 なかなかね綺麗な時計でねまあ少しねケースとか傷がね入ったりするんですけども僕はあまりこういうこと気にしてないので逆にまあ味があっていいかなと思ってるので全然 OK かなと思ってますすごくつけやすいサイズ感でね綺麗ですであのこの前ちょっと風防をね直してて風防が直ってきたのでこちらはキャリバーの283を積んでるんですね で3 5ミ、mm、リケースなんですけどもめちゃくちゃ状態のいいこのキャリバー283めちゃくちゃ綺麗なんですよこれすごくないですか、まあ、当然ねもしかしたら磨きが入ってるのかもしれないんですけどもめちゃくちゃ綺麗なね状態のものが来てこちらなんかもこのダイヤルこれドルフィンハンドには少しサビがね てたりはしてるんですけどもインデックスも文字盤も非常にこういうきれいなね状態のものでございますきれいでしょこんな感じケースがねもうめちゃくちゃ綺麗なのでこれめちゃくちゃ綺麗なんでね裏とかもむっちゃくちゃ綺麗なんですねなのでこれもねちょっと大事にしていこうと思ってますでちょっとこのまあ先にねこのデビルを手首に回すんですけども ちょっとカメラを遠くしていって、こんな感じ。これね、ここの湾曲めちゃくちゃ気持ちいいですね。すごい気持ちいい。すごく綺麗にこうね、こ,こう見たら分かりますかね。湾曲してるのでめちゃくちゃつけやすかったです。で、こういう感じのインデックス。ダイヤル。綺麗でしょ。で、 あの先ほどちょっとショートにも載せたんですけども前から僕ちょっと言ってるように僕1974年生まれなんですねでまあそういうちょっと意味のあるコレクションをしたいってことを前から少しねちょっと言ってると思うんですけどもあの僕のすごく仲良くしていただいてしている時計のまあ社長がいるんですけどもその方とそういう話をずっとしてて僕この前誕生日だったんですね。 で1974年の、まあ、そういうい手巻きのロレックスがいいですねみたいな話をしてたんですけども見つけていただきましてあのその社長の友達の方になるんですけどもあの、まあ、コレクターが、まあ、当然ねたくさん友達がいてるんですけども、えー、使わないということであの送っていただくことになりましてちょっと今写真がもしかしたら出てるかもしれないですけども6694。66 6694の、えー、プレッションですね。ロレックスプレッション6694の1971年式のものが、えー、手元に来ます。なので、こちらの方はね、あの、少し珍しいグレーダイヤルでございます。なので、こちらもね、機次第皆さんと一緒に見させていただこうと思うんですけども、あの、めちゃくちゃ嬉しくて、今ちょっと舞い上がっています。なので、あの、手元に届き次第、ちょっと皆さんと一緒にね、見させていただきたいなと思っております。 でただあの、ブレスレットに関しては、えー、ついてなかったの革のブレスレットをつけていただいてるんですけども、えー、っと自分の手持ちの、えー、669にあるロレックスのブレスレットを持っているのでそちらをつけるか、うん、ブレスレットは、ね、まだ探していかなければならないかなとは思ってるんですけどもその辺はね、ね、まあ、なんせあのことで、えー、とりあえず時計自体を、ね、楽しみたいと思っています。 でその辺は来たらすぐにね、レビューさせていただきます。なので今日はこのオメガ、こちらのデビル、キャリバーの1002、ハック機能を積んだこちらのキャリバーのオメガを皆さんと一緒に見させていただきました。かっこいいでしょうこれなん、なんていうインデックスか知ってる方がいたらぜひコメントで教えてください。僕、全然わかりません。何インデックスっていうものなのか全然わからないんですけど。 是非教えてくれたら嬉しいと思います。今日はこちらのデビルを皆さんと一緒に見させていただきました。えー、チャンネル登録いただくと本当に嬉しく思います、えー。コメントは必ずお答えさせていただきますので、またコメントもお残しくださいませ。今日はこちらのデビルを皆さんと見させていただきました。本日も最後までご視聴本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。